遅刻。ごめんなさい。また最後かな。いや、まだ。すみません、遅れました。レムッチが遅刻なんて珍しいね。ねぼー。あれ、牧野はまだ来ていない。にゃあ、牧野また。最近どうしたんだろうね。時間だ。ブリーフィングを始める。ミリテス・コンコルディア連合軍の侵攻にあたり、スザクは全戦力での二面構成をもってこれに対抗する。本作戦には全ての候補生と訓練生が参加する。訓練生も？それぐらいしないと戦いにならないということでしょうね。諸君をはじめとする候補生は飛空艇を用い、東方国境線にて王国軍総流部隊を迎え撃つ。こちらは宗教にもお力添えいただく。比嘉の戦力差はこれで埋められるはずだ。ルシまでも動く。おい、でもそれ総流側に全戦力を持ってきてねえか。広国の方はどうすんだよ。西方広国国境の頂上戦線に対しては、まず正規軍本体が壁となり、魔法を得意とする候補生の選抜部隊が決戦を仕掛ける。こちらには私自身も参戦する。あんた自ら？まさに総力戦といった様相ね。だがそれでも戦力の不足感は否めない。切り札はあるのか？ルシ・刹那卿が秘匿大軍神を召喚される。私の部隊はその補助だ。え、ルシが2人とも戦うんですか？なるほど、切り札っぽいわ。ケツに火がついたって感じだね。でも秘匿大軍神なんて見たことがないんだけど。普通の人間に制御は不可能とされ、魔法局が隠してきた軍神だ。秘匿大軍神の類はルシほどの力がなければ召喚すら危うい諸刃の剣だと聞いている。これがスザクに残された最後の切り札だ。全てがこの一戦で決すると心得てほしい。今回は作戦開始までに少し時間がある。院から長く離れることは許可できないが、準備はゆっくりして構わない。我らにクリスタルの加護があらんことを。ん？候補生か。はい、クラスゼロです。汝クリスタルへ仕える候補生としての矜持は強きものか？はい、強く持っています。さようか。しかしなれど偽りではないがまことでもなし。クリスタルよりも尊いものか。汝、それを忘却の彼方へ捨て去りたくなければ朱雀を去るがいい。その時をこれに迎えるかは汝次第。否、人の身には千なき定めか。どういう意味だろう。何？何？何するの？隊長、こんなとこで何してるんだ。そう目くじらを立てるな。私だって肩の力を抜きたい時もある。僕たちの不在中に散々休んだんだろう。私の態度が気に障ったのか。あの物言いでは気に障らない方がおかしいと思います。あなたは私たちの指揮隊長なのですよね。だからこそだ。私は事実しか言わない。事実？僕たちが女王を暗殺したのが事実だって言うのか。違う。世の中はそれが真実だと思っている事実。そして議会がクラスゼロに全責任を押し付けようとしている事実だ。そんな。戦場に身を置く以上、同情も慰めも無用だ。温かい言葉もな。分かってるさ、そのくらい。だがここは戦場ではないし、また公式の場でもない。よく戻ってきたな。まあ、お前たちが戻らなければ、私の担当は減って仕事は楽になったんだが、どうもお前たちがいないと、少々張り合いがないようだ。隊長。次の作戦は、今までで最大規模の作戦になるだろう。簡単に死ぬことは許さんぞ。お前たちが死ぬと隊長である私の評価が下がるからな。そっちこそ久々の戦場なんだろう。せいぜい気をつけろよ。お前たちに心配されるようではおしまいだよ。本当なのか？次のミッションの出撃って俺らのせいだって聞いたぞ。こらそれが指揮隊長に話す時の言葉遣いか。まったくお前も子供のままだな。話をそらすつもり？お前たちのせいなどではない。全ての結果は事故の責任だ。な話はどうでもいいんだよ。てかそもそも大規模ミッションにフル参戦なんて体持つのかよこら。まだ魔力は残っているが体は正直だ。昔のようには動けん。従前とは言い難いだろうな。当の昔に冰剣の死神は死んだ。だがまだできることもある。ああ？ルシの支援なら大丈夫ってことか？はあ、戦場に身を置くものとは思えないセリフだな。戦争に大丈夫などという言葉はない。分かっているだろう。関係ねえよんなこと。私に死なれると困るのか？ああ困るね。あんたのことは好きじゃないけど腐っても隊長だ。部隊長が死んだなんてかっこ悪いっての。あたしらのせいで死なれたら寝覚めが悪いし。大丈夫さ。私が死んだらクリスタルが忘れさせてくれる。忘れらんねえなきっと。だってお前はクラスゼロの隊長なんだぞ。そうか。なら君らが私のことを覚えていてくれることを祈ろう。口うるさい隊長がいたとな。ああ、お前みたいにムカつくやつ忘れたくても忘れられねえよ。その威勢の良さぜひ戦場でも発揮してくれ。ご苦労。